猿の腰掛けは宮沢賢治の短編小説である。生前は未発表であった。少年が猿に連れられて不思議な体験をするストーリーである。本作自体は改作されたり他の作品に組み込まれることはなかったが山男や種山が原などいくつかの作品に見られるモチーフが使用されている。奈良夫は自宅裏の栗の木に白いキノコ、 猿の腰掛けが三つ生えているのを見つけた。これに座る猿は随分小さいだろうと、奈良夫が考えているとそこに三匹の猿が現れる。軍服を着て、勲章をつけた一匹は六十歳の陸軍大将だと、名乗り、奈良夫を尋問するように話しかけた。奈良夫が反発すると、大将の猿は急に低調になり、いいところへお連れすると言って、奈良夫を栗の木の中へと誘う。 栗の木の内部は煙突状の空洞になっており、上に向かって階段が壁沿いに伸びていた。猿に従って、奈良夫が登っていくと、やがて周囲が開ける。猿は、そこが、種山が、原だと話す。そこには他にも小猿がいて、大将の猿の号令のもと、奈良夫の前で演習を始める。小猿の兵隊は、奈良夫に突進し、小さな網で縛り上げてしまう。 猿たちは、大将の号令で奈良夫の胴上げを始め、何度目かの後、奈良夫を地面に落とそうとするが、そこに山男が現れて、奈良夫の体を受け止め、気がつくと自宅の前に戻っていた。ありがとうございます。